んにちは、パッカークマだよ。今日は蔵前駅にあるラーメン貝にやってきたよ。とっても人気のお店で、いつもは行列ができてるくらいだよ。早速入ってみよう。ここでは美味しい貝だしスープのラーメンが食べられるんだ。僕は全部入り貝塩ラーメンを注文したよ。こちらが全部入り貝塩ラーメン。茹でる前に店主が手もみしているもちもちの極太縮れ麺の上に2種類のチャーシュー、タケノコ、ネギ、わかめ、卵、海苔が乗っているんだ。スープは貝の出汁が濃厚に感じられて、麺と絡むとお箸が止まらなくなるよ。チャーシューはしっかり食べ応えがありつつも、柔らかい炙りチャーシューと濃い味付けでとっても柔らかいレアチャーシューだよ。ぜひ食べてほしいな。今回はラーメン貝を紹介したよ。今後もゆるっと喋っていく予定だから、チャンネル登録と高評価をしてくれると嬉しいな。じゃあ、またね。